いや、猿とか言ってても勝てば正義じゃないんですよ、差別は。差別はダメなんですよ。そうなんですよ。世界で考えたら本当そうなんですよ。趣味なんですか？サウナ以外でプロレス。好きんケアは、真央さんと試合めっちゃ楽しかったっす。